アリダ A はイラン出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは FW。イランスポーツ界の英雄的存在であるとともに、1990年代のアジアを代表する名ストライカーである。149試合に出場し、国際 A マッチにおける通算109得点は、2021年9月1日にポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドに記録を更新されるまで、 長らく世界一位であった。ペルシアンタワーの異名を持ち、恵まれた体格と高い跳躍力で、高い打点から打ち下ろすヘディングは脅威であった。アゼルバイジャン国境近くの町アルダビールに生まれ、少年時はディフェンダーとしてもプレー。フォワードへ1 0後、0九後1993年6月6日に、イラン代表デビューを果たすと、1993年のワールドカップアジア最終予選。 対日本戦では、決勝点となる2点目の得点を奪うなど、予選得点王を獲得する活躍から、ジュビロ・磐田が1994年の J リーグ開幕を前に契約を結んだ。しかし3ヶ月を経ても、イランから出国許可が出ず、移籍は破断となった。1996年アジアカップでも、得点王を獲得、1997年の、 フランスワールドカップアジア最終予選、第3代表決定戦では一時日本を一の二とリードする得点を奪った。1997年からはドイツブンデスリーガのアルミニアビーレフェルトへ移籍。フランスワールドカップでも予選、本戦を通して活躍し、本大会では得点はなかったが、グループリーグのアメリカ戦ではマハダビキアへのアシストを決めた。 1998から99シーズンは、バイエルン・ミュンヘンで、プレー、リーグ戦では6ゴールを挙げ、リーグ優勝を経験した。1999から00シーズン、ヘルタ・ベルリン2席、UEFA チャンピオンズリーグのグループリーグでは、チェルシー戦で2ゴール、AC ・ミラン戦でもゴールを挙げる活躍を見せた。1999年には、アジア年間最優秀選手賞を獲得した。 2006FIFA ワールドカップでもアジア予選得点王の結果を残し、イラン代表を2大会ぶり、自身2度目のワールドカップ出場に導き、本大会ではグループリーグの2試合に出場したが、不本意な結果に終わった。2007年5月28日、選手権任監督として所属するサイパ FC のイランリーグ優勝が決定した日の試合後に、 選手としては現役を引退することを正式に表明した。2008年3月2日、イラン代表監督への就任が決定。当初はサイパイシー、FC、監督と兼任していたが、イラン代表監督に専念するために、同年5月21日に行われた2008年、ACL グループリーグ最終戦を最後にサイパイシー、FC、監督を辞任した。2009年3月29日、 前日28日のホームのサウジアラビア戦での敗戦がきっかけとなり、成績の低迷を理由にイラン代表監督を解任される。2010年よりピルズイテヘランの監督に就任。2009から10シーズンはリーグで4位に終わり、ACL 出場圏内に入れなかったが、カップ戦のハズフィーカップで優勝を果たし ACL の出場権を得る。 2010から11シーズンもまたリーグ4位で終え、ACL 出場圏内を逃すものの、前年同様に、ハズフィーカップで優勝して、再び ACL の出場圏を得る。2011年6月、ピルズイ・テヘランの監督を退任。その後、ラーフ・アーハン FC の監督に就任するが、2012年3月17日、試合の行われたエスファハーンから、 チームのホームの首都テヘランに自らが運転する車で、コーチらと一緒に戻る途中、スピードの脱出し過ぎで横転事故を起こした。事故後の第一報では、頭部を負傷し、エスファハーン市内の病院の集中治療室に入り、翌日に手術を受け状態は安定していると報じられた。その後イランの国営テレビは、大使が頭部を負傷したものの骨折はしておらず、容態は安定していると伝え、 テレビには搬送されたエスファハーン市内の病院で話す様子も映し出された。2014年11月21日、AFC 初代伝道入りを果たした。ありがとうございます。